第21回参議院議員通常選挙における自民党の敗北が濃厚になってきた時点で、青木幹夫、森吉郎、中川秀直の3人には、安倍を辞任させて、福田康夫を擁立してこの難局を乗り切ろうとする構想が存在した。参院選で与党が惨敗したため、世間からは1989年参院選のうの、宗介首相の辞任や、 1998年参院選の橋本龍太郎首相の辞任のように内閣総辞職をして新首相が誕生すると見られていた。しかし安倍は投票日以前より続投の考えで退陣を否定した。自民党総務会では安倍批判が火を吹き石場茂は私と小沢代表のどちらが 首相にふさわしいかの選挙だと言ったのに惨敗後も、使命を果たすでは国民への説明がつかないと容赦のない苦言を呈し、谷垣天一、野田武氏も安倍に矛先を向けた。また谷垣派の園田博之や後藤田正澄らが安倍に政策変更を促す会合を開き、派閥横断して、反安倍グループを結成したと報道された。安倍おろしは、 小泉純一郎前首相や麻生太郎外相などが首相続投を支持していたため与党全体には拡大せず安倍が内閣改造を行う構えを見せると退陣要求は申請化した。内閣総辞職に際して贈呈された花束を持つ安倍1989年や1998年参院選の時の首相退任はあくまで与党内の政治事情に基づいている。 しかし安倍は、第168回国会の初心表明演説を、お江代表質問の直前の9月12日に辞意を表明し、9月25日に第一次、安倍改造内閣は、総辞職した。ありがとうございます。